カリムジアには、フランスオードセーヌ県セーブル出身のサッカー選手。元アルジェリア代表である。ポジションは MF。両サイドでプレーすることができる。2000年、ラシンクラブドフランスから移籍したトロワ AC で、プロキャリアをスタートさせ、アラン・ペランの秘蔵っ子として、トロワ AC や FC 訴訟等で、チームの躍進の原動力になる。FC ロリアンでは、リーグ2の MVP を受賞する。 2007年、憧れのクラブだったオリンピックマルセイユに移籍するも、活躍できず、失意のシーズンを過ごした。2008から09シーズンを前に移籍話が出るも、残留して、ポジションを勝ち取った。2007年12月17日、アルジェリアのスポーツ紙、レビューターが選ぶ2007年のアルジェリア年間、最優秀選手を受賞した。2009年7月、 移籍金700万ユーロでボルフスブルクへ移籍。2011年1月カイセリスポルに買取オプション付きのレンタル移籍をした。2011年7月にはカタールのアルジャイシュへ移籍した。2003年2月12日のベルギー代表との親善試合でアルジェリア代表デビューを果たす。初ゴールは2006年10月7日のガンビア代表戦。 アフリカネーションズカップ2004に出場し、ベストイレブンに選出された。ありがとうございます。